皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日一言ご覧いただきありがとうございます。 So today is Q1003 僕たちはですね、0を O っていうことが結構あります。なので1003じゃなくて1003。 OK、 一緒に言ってみましょう。1003。あとあれですね。1003。とあまり言わないんですけども、例えば、頭から00がある場合は、007。Okay、あれ日本語だと007ですか ?007 ですか ?007 かな、ちょっと聞いてきます。ジェームズ・ボンドは日本語だと007ですか ?007 ですか ?007 ですかね。あ、そうですか。007とも言いますよね。あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。どちらも言うみたいです。OK? So, 以上、007、007。英語だと007です。007、007って言ったら、普通電話番号っぽいですね。全然かっこよくないです。なんか117みたいな。117、時報でしたっけ？天気予報でしたっけ？時報ですね。OK? So anyway, 007、この O と発音することがあって、で、2つ並んでると00。で、あと最後、例えば1100、0000ですね。OK? なので、こう、double を使って言うこともあるんですが、電話番号をたまにこの double を使って言われると分からない方が、すごい混乱してしまう方がいますね。OK? ただ、ネイティブよく使うので、ぜひ、この double っていう言い方と、あと O っていう言い方を覚えておいてください。OK? So anyway, 103 is, you'll get there. You'll get there. これはどういう意味でしょう ?3 秒考えてください。OK! では答えです。答えは、きっとたどり着きますよ。絶対たどり着きますよ。そのうちたどり着きますよ。そんな感じで使います。OK? So, まずはですね、get。get は着くです。たどり着くとか、そういうふうに使いますね。there、そこ。これは例えば、英語の目標とかがちょうどいいかなと思うんですけど、例えば、このレベルを目指します。言って、oh, you'll get there.大丈夫、行けますよ。たどり着けますよ。そこまで行けますよ。という感じで使えるんですが、この there はその目標になりますね。Okay? そこ。なので、場所じゃなくてもいいです。実際の、場所でもいいんですけども、目標とかそういう目に見えない場所。到達で目的地でも使います。そして、この arrive よりも僕たちは get をよく使います。着く、たどり着く。Okay? Get there. Oh.My color is weird. 誰も言ってくれないので、ずっと AD がおかしかったですね。Anyway, okay, so arrive は、到着するとか、遠くから到着するというときによく使うので、実際にもっと普通に着くとか、たどり着くっていう場合は get を使います。例えば、I just got home. 今家に着いたとこです。っていう時も I just arrived 使わないですね。なんかすごい遠いところに到着したみたいな、飛行機とか電車とかそういう感じですね。例えば大阪、東京から大阪に行って、大阪にいる友達から電話かかってきたら、 I just arrived、 今ちょうど到着しました、駅ですね。例えばそういう感じで、こうちょっと遠いところに時間をかけていくときによく使います。OK? そして、それ以外のときはもう get を使っちゃってください。OK? Alright, you'll get there. そして、今回のポイントは will ですね。この will なんですが、基本的には僕の動画をよくご覧いただいている皆さんは、ちゃんと覚えていると思います。今決めたことですね。で、これもそうなんですね。今思いついたこと。例えば、私これをどこどこ目指してるんですよって言われて、あ、大丈夫ですよ、絶対行けますよっていう時に、この will を使います。その場でこう思いつくんですよね。大丈夫ですよって。それともう一つ、
絶対にとか大丈夫ですよって相手に安心させて話すとき、安心してもらうとき、大丈夫ですよ、きっとできますよとこう安心させるようなときとかも結構 will を使うんですね。なので日本語で言うと大丈夫ですよ、たどり着けますよ、あとは絶対たどり着けますよ、 OK、 この絶対にと大丈夫ですよ的なことが言いたいときは英語では will をよく使います。OK、 そう、ぜひそれも頭に入れといてください。基本が今思いついたこと、今決めたこと、OK、でそのサブとして絶対に大丈夫ですよ、絶対にとか、あ、絶対に大丈夫ですよ、覚えておいた方がいいかな。 OK、 そのニュアンスを覚えておくと大体 will はしっかりと使いこなせます。 OK、 Alright、 So 今日は2つですね、ポイントは get と will、 この2つをぜひ覚えておいてください。Okay, so thank you very much for watching our video, my video lesson. I'll see you in my next lesson. All right, take care. Bye.